皆さんどうも、今回は J1 第16節の FC 東京対鹿島アントラーズについてを考えていこうと思います。で、今回焦点を当てて考えていこうと思っているのが、鹿島アントラーズのプレッシングと FC 東京の回避についてを考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきます。基本的にやっぱり鹿島アントラーズは前からプレッシングを行っていくことで、よりダイレクトにゴールに向かっていくよっていう戦い方を選択するんですけど、で、この試合も、ピトゥカ選手が青木選手まで出てきて、で、アラーノ選手と、カイキ選手がこのインサイドハーフ、まあ、ここのライン間に立つ選手を消しながら、まあ、サイドバックに出ていくよっていう風な形を取っていました。で、その中で樋口選手が、まあ、ここのカバーをしたり、まあ、ここでフィルターをかけたりっていう形で、アダユートン選手には常本選手、渡辺選手には基本的に安西選手がマンツーマンの形で、プレッシングを行っていきます。で、こうしていく中で外回りにさせておいて、ここで回収するよっていう形を取るんですけど、これは基本的に人を意識して、で、プレーエリアとプレー時間を削っていくことで、ボールを回収していくんですけど、これに対して、FC 東京が行ったことっていうのが、鹿島アントラーズはかなり苦しむことになっていました。で、じゃあ何を行っていたかっていうと、基本的に、渡辺選手だったらアダリウトン選手、まあ、特に渡辺選手は内側に入っていく中で、オリベイラ選手を割と、松木選手側に、押し出すことっていうのを行っていました。で、そうすると、渡辺選手が内側に入ってくると、安西選手もかなり近くに立つような形を取るので、内側に入っていくことが多くなっていきます。で、そうすると、まあ、阿部選手と渡辺選手が被ってしまうので、ここで、渡辺選手が、青木選手の隣に、降りていくことっていうのもかなり多くなっていました。そうしていく中で、ここの青木選手と阿部選手が、ピトゥカ選手に対して数的優位を作っていくこと。で、さらに松木選手がこっちまで流れてくることで、まあ、流れてくること、入ってくることで、樋口選手を止めておくよっていう風な形を取るようになっていました。で、こうなると何が起こるかっていうと、まあ、基本的に、アラーノ選手だったり、カイキ選手だったりが、ピトゥカ選手のヘルプっていうのを行うようになります。じゃあ、例えば、木本選手経由で、長友選手にボールが入った時には、安倍選手がこっち側に立って、サポートに来た時に、ピトゥカ選手がこっち側で、青木選手に対してはアラーノ選手がついていくんですけど、こうなってくると、一見ハマっているように見えますが、こういう風に、サイドを変えられた時の、スライドの遅れっていうのがどうしても出てきます。それが故に逆サイドまで持っていかれた時に、まあ、小川選手が一つ不利になってくること。で、さらに、松木選手が寄ってきたりすると、アラーノ選手出ていくんですけど、そうすると、まあ、ここの松木選手が降りてきて、まあ、こういう形で青木選手が一つ、不利になって、で、ピトゥカ選手が遅れてくれば、阿部選手が入ってきて、ここの背後っていう風な形も取れるように、FC 東京はなっていました。まあ、ここの一つ、サイドバックからの横パス、を打ち込むためのここの後ろでの左右の揺さぶりっていうのがかなり上手で、でさらにそこの阿部選手だったり松木選手だったりの青木選手のヘルプの行い方っていうのがかなりうまかったなと思いました。例えば8分10秒の回避っていうのは、基本的にこういう風な動きをさボールの動きをさせておいて、で、サイドバックにサイドハーフを、まあ、小川選手に対してアラーノ選手を押し出させる、まあ、釣り出すんですけど、そうしてくる中で、まあ、松木選手が降りてきて、で、この降りてくる松木選手に対して、樋口選手は、ピトゥカ選手に、マークの受け渡しをしていく中で、そうしていくと、ピトゥカ選手が寄ってくると、まあ、こういう動きで青木選手が一つ、中央で不利になってくるよっていう風な形を作り出すことができていました。こうしていく中で、で、渡辺選手がここに入ってきているので、オリベイラ選手がこっちに抜けたり、阿部選手が、
抜けたり、で長友選手も抜けることもできますし、基本的に阿部選手がここまで降りれば長友選手がかなり高い位置を取って、こういう斜めの横切るパスっていうのをかなり打ち込まれてしまうので、基本的に鹿島アントラーズは圧縮をしたいんですけど、その圧縮ができない状態、ここの圧縮された状態から、圧縮した場所から抜け出されるっていうことがかなり多くなっていました。だからこそ、サイドバックを押し出したりして、人数をかけて、その圧縮の精度っていうのを高めていこうとしていたんですけど、で、そうなってくると、この試合、アダヒュートン選手がかなり、目立っていたと思うんですけど、それは、常本選手だったりをかなり前まで押し出しておいて、ボールを敵陣で回収しようっていう風な形を鹿島アントラーズは考えたと思うんですけど、そうすると、アダイユートン選手に対して、じゃあ誰が見ますかってなった時に、ブエノ選手が見えるんですけど、まあ、ここで、まあ、このアダイユートン選手がボールを引き取る間の、ここのパスと、まあ、ここの寄せ切る、スピードっていうのと、で、アダイウトン選手のここの個人でのターンと、まあ、背後に、ワンタッチで置いた時のスピード感っていうのは、やっぱりアダイウトン選手は、その、非凡なものを持っているので、まあ、ブエノ選手からするとかなり難しい対応だったと思いますし、多分これはアダイウトン選手と対峙した、この状態でアダイユートン選手と対峙してしまうと、まあどの選手もかなり難しい対応になると思うんですけど、まあ結果アダイユートン選手がかなり、躍動するような形っていうのを、FC 東京は作り出すことができていましたし、その常本選手だったり、安西選手だったりをかなり内側だったり、内側に、押し込んだり、まあ敵陣、まあ自陣に呼び込んだりする中で、まあここのアダイユートン選手が仕掛けれるスペースっていうのを作り出したのもかなり良かったんじゃないかなと思いました。これが、この、敵陣に、まあ自陣に常本選手だったり安西選手を呼び込めたのは、そのさっき言ったこの左右の動かしの中で横のパスを打ち込んで、一つ、逃げ道を作っていく中で、その圧縮の場所、圧縮される場所から、脱出していくよっていう風な形を、常に作り続けていたので、それがゆえに、まあ、やっぱ、圧縮した中で逃げられてしまうと、全体がかなり走らなければならないので、それを未然に防ぐために、人数をかけて、その精度を上げていくっていう中で、それを逆手にとって、次はアダイユートン選手に対して、ここの、大きなスペースで、勝負させるよっていう風な形を作り出すことが FC 東京はできていました。まあだから、鹿島アントラーズからするとかなり後手後手の、プレッシングにはなっていたと思いますし、まあそこの中盤の、強度っていうのも、まあ連戦の中でやっぱどうしても疲れは出てきますし、その、ここの強度が、まあ、五分もしくは負けてしまうと、やっぱり苦しくなってくるなっていうのは、鹿島アントラーズか、サイドからするとかなり、見て取れるところだとは思いました。はい。で、まあ、そこのさっき言った回避をしていく中で、特に多分意識して、アルベル監督が行っているのは、ここのセンターバック、サイドバック、ウィング、インハー、インサイドハーフの、ここの4人のユニットっていうのは、かなり、意識して、で、プラス、青木選手が、まあ、ここのリンクとして、入っていくよっていう風な形は、かなり考えているんじゃないかなと思いました。また、まあ、特に、ここの3枚ですね。ここの3枚は、かなり、ポジションを、まあ、入れ替えながら、ローテーションしながら、特に松木選手だったり、アダイユートン選手だったり、っていうのは、かなり、ポジションをローテーションしながら、誰が幅を作るのか、誰が内側を走るのか、で、誰が起点になるのかっていうのはかなり、意識づけされて、サッカーをしているんじゃないかなっていうのはかなり感じる試合でした。まあ、この、鹿島アントラーズの強度の中で、割とボールを保持しながら相手を動かして、で、ゴールに向かっていくっていう形を作り出すことができたのは、かなり FC 東京からすると自信になったんじゃないかなと思うような試合でした。まあ、往々にして FC 東京が、鹿島アントラーズのプレッシングをいなしながら、
ゴールに向かっていったなっていう風な形の試合だったんじゃないかなと僕は感じました。ここの、まあ、4-4-2 だったりで守るときの、ここのアンカーをどうするかっていう問題は、かなり考えなければならないとこですし、まあどのチームもそうなんですけど、ここの外から内側に、やっぱ、入ってこられてしまう。この平行を作られてしまうと、で、その平行を作って、そのヘルプを行われてしまうと、だんだん内側に寄ってきて、まあこのサイドがフリーになって、で、ここの平行がなしで、そのまま前に前進されてしまうっていう、まあジレンマにもハマると思いますし、まあここをうまくどのようにぼかしていくかっていうのは、まあ守備を考えていく上でかなり重要なポイントになるなとは思いました。はい。まあ本日は、まあさらっとですけど、FC 東京の回避とプレス回避と鹿島アントラーズのプレッシングについては話させていただきました。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価もしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。